はいどうもみなさんこんにちはストロンです。今回は自分たちが使っている録画アプリショ w の説明をしたいと思います。えーっと <laughs>、えっとですね、こちらですね。はい、えーっと、まずはショーのダウンロード方法からいきたいと思います。えーっと、あ、えーっと、初注意としてはですね、このショー、Apple Store では認定されていないというか、 ま、非公認なので、ウイルスの感染とか、確率は低いと思いますけど、あると思います。確率ゼロではない、え、ゼロではないのでね、そこら辺は、自己責任でお願いします。えー、っとですね、では、まず、このショーの入れ方をね、説明したいと思います。まず、Apple Store から、こちらのショー t v というね、 アプリをダウンロードしてください。そして、まあ、開いてください。開くと、多分ね、ログインが必要だと思います。なので、えー、っと、Twitter、Facebook、もしくはメールアドレスかなでログインできると思うので、まあ、いずれかの方法を使ってログインしてください。えー、っと、そうすると、下にね、ホーム、ゲーム、エクスプロール、プローっていうものかな ?Me っていうね、ボタンがあるので、 ホームゲームエクスプロー、m え、右下の Me というボタンを押してください。そうすると自分のアカウントのプロフィールが出てきます。で、その Me を押した後に右上を見ると丸がね、3つあるんですよ。見えにくい、あの、カバー背景によったら見,に見えにくいかもしれません。こちらの一番右側の丸の i、アルファベットの i みたいなのが書いてあるボタンを押してください。そうするとね、 アバウトって出てきてダウンロードショーレコーダーって一番上に出てきますこれを押すとサファリに接続してつながってこういう画面が出てきますそれを一番下までスクロールするとインストールってね緑の大きな四角の中に白い文字でねインストールって書いてあるのでこちらを押してくださいこうするとショー TV によりショーがインストールされますって忠告というか 報告文が出てきますで、ここでインストールを押してください。インストールを押すとね、インストールが開始されます。今回も自分はインストールしているので、戻るにしときます。で、ショーをダウンロードできたら、次にね、必要なのが、この、こいつです、黒いやつ。アシスティブタッチって言うんですけど、こいつが、を表示させてないと、ショーでダウンロードでき、ダウンロードじゃない。 でね、画面録画ができません。えっ、ー、と、こいつの出し方は、設定、一般、こいつ、アクセシビリティ、押して一番下までスクロールすると、アシスティブタッチってあるんですよ。これをね、オンにしてください。で、自分のおすすめは、この一番下のショートカットっていうので、アシスティブタッチを選択しておくことです。これを押すことに、 これすることによってね、ホームボタンを3回カチカチカチッとクリックすることで、こいつのね、こいつを表示したり、非表示にしたりできます。なので、とっても便利です。おすすめです。えー、っと、ではね、ショーの方に戻りましょう。こいつをね、押すと、あ、まあ今無理なんですけど、こいつを押すとね、ログインしてくださいみたいなのが出るんですよ。 それを押すと、小 t v のアカウントで勝手にログインが行われるので、まあ、そこはね、ほっといてもいいと思います。じゃあね、ちょっと、その、次に説明するための画面に移動するまで、少々カットするかもしれません。あ、よかった、大丈夫だった。えっとね、こちらにな,るなります。で、ログインが完了すると、こういう画面が出てきます。 はい2種類ねボタンがブロードキャストレコードスクリーンっていう2種類のねボタンが出てきますこのブロードキャストっていうのはライブあ生放送に使うためのものなので基本的には使わないと思いますで重要なのはこっちレコードスクリーンこっちを押してくださいこっちをタップするとこのような、ね、画面に切り替わりますでじゃあ説明していきたいと思いますタイトルは別になくても大丈夫です フォーマット。これはいじらないでください。オリエンテーションがね、説明しにくいんですよ。これは、ゲー、そのゲームとか撮影したいときに、なんだろう、この、こいつ、端末をね、どの向きで持ってるかっていうことをね、入力する必要があります。どういうことかっていうと、例えばね、パズドラを撮影するんだったら、 このね、ポートレートレかなで、でいいんですよこれがこれでパズドラを撮影するとちゃんとね縦の画面で撮影されますでマインクラフトをね撮影するんだったらホームボタンホームボタンレフトっていうのをね押さ押しますどういうことかっていうとマインクラフトするときってで、ホームボタンを左側にして 端末を持ちますよねはいそういうことなんですよなのでホームボタンを右にして遊ぶアプリがあったらホームボタンライトで撮影してくださいまたね上下逆にえー、っと上下逆に撮影したい時は何だっけなアップサイドかな,なんかまあなんか一番 まあ、レフト、ライト、ポートレイト以外に、もう一つだけね、選択肢があるので、上下逆に撮影したいときは、そちらを選択してください。で、レソリューションとビットレートですが、こちらは同時に説明したいと思います。まず、レソリューション。こいつはね、画質が関係あります。こいつの、ここの数値がでかければでかいほど画質が良くなります。ビットレート。こちらは音質ですね。この <laughs> このね数値が大きければ大きいほど音質が良くなりますはいえっとなんで同時に説明したかっていうとこのショーってアプリフリーズが多いんですよ録画した画面が静止画になってて音声しか聞こえないみたいなのが多いんですよはいえっとそれを解決する方法としてこのレソリューションとビットレートの 数値を、ね、最大値まで引き上げるっていう方法が一つありますはいそうすることでフリーズが緩和されるらしいですはい自分が試した時はフリーズしたので自分はいつもね 360p と 1mbps にしてますはい自分はいつもこれでやってますね最近は全然フリーズしないですこれでえっとあともう一つねフリーズを緩和する方法として えっとまずスタートレコーディングとしたらこういう画面に切り替わりますでこの画面に切り替わってから5秒最低5秒間端末を放置してください5秒間ね何も言わずに何も設定せずにはいえっとこの動画でも5秒間放置してます最初はいそのそれはねそのフリーズをね抑えるという理由でしたはい えっとそうですねはいフリーズを抑えるとしてはそれああとこのねアシスティブタッチをこまめに移動させることが大事ですほんのちょっとでもいいので移動させてくださいうんそれぐらいですねえー、っとそれぐらいで大抵の大抵フリーズしません若干ねカクついたりする時もあるんですが完全に止まっちゃうってことはなくなると思いまあ少なくなると思います えっとまあ自分が撮影する手順はこんな感じ。あこんな感じです。えー、っとそうだ。あとですね、そのもう一つフリーズを抑える方法としてその5秒間放置した後に必ずねホームボタンを1回クリックしてこの画面に戻ってきてください。そして撮影したいアプリを開いてください。決してねホームボタン2回カチカチってやる方法で やらないでください。そうするとね、フリーズしちゃうら、フリーズしちゃうことがあるので。はい、えっ、ー、と、まあ、大まかな手順はそんな感じですかね。うん。はい、えっ、ー、と、まあ、自分でね、いろいろ試してみるといいかもしれません。うん。そうですね。自分はね、この、最初、録画開始から5秒放置、ホームボタンに1回戻ってから撮影する。 アシスティブタッチをこまめに動かすてフリーズがほとんどなくなりました。はい、えー、っと、ま、あ以上です。これでね、皆さんがね、動画を撮影して、YouTube にアップできたりして、することの力になれればね、とても嬉しいです。はい、今回はここまでね、ご視聴ありがとうございました。次回からはちゃんとね、マインクラフトの動画を載せていきたいと思います。では、次の動画でお会いしましょう。